セーガーカウントダウン TV をご覧の皆様こんばんは。ゆっくりです。最初はバイオハザード3、ラストエスケープをやっていきます。難易度はヘアビーモード。ニューゲームスタート。案の定、オープニングは飛ばしていきますよ。さすがにムービーはバグらせんの難しすぎます。バイオ3は、クイックターンなどのアクションが増えて動きが増えた分、いろいろと期待できますね。その分難易度も高そうです。なんか変な扉がある。あ、ゾンビ撃つと足がぐるぐる回りますね。このゾンビ面白いわー。わーお、ジルさん足上げてセクシー。角度変えたら見えるかしら？ここじゃ。ゾンビが邪魔すぎて確認しづらいです。ちょっと見やすいところに移動します。は？なんで足上げてくれないんですか？角度が悪いのかしら？まあいいや。その辺は個人的に確認するとして先に進みましょう。値変えたらもっと足上がるのかしら？あ、見えない壁にぶち当たりました。てか最初にあった扉ってここの扉か。ジルさんピカピカしてて、イルミネーションみたいで綺麗ですね。ドア開けっぱなし。ドアは開けたら閉めましょう。花粉が入ってきます。The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive.あれ？ジルさんが外を眺めてるはずなのですが、スライドしてどっか行ってしまいました。若干、頭が上向きです。は？どこ行くねん？あ、完全に画面外に出てしまいました。そして誰もいなくなった。画面外には出ても、外には出たくない。外出ると花粉がいっぱいですからね。気持ちもわからなくもないです。あ、頭がない。ついでに扉もないです。しー、ジルさんも引きこもりたかったのですか。あ、完全に入っちゃってるよ。姿が見えないと操作がしづらい。よし、出れた出れた。ん？カメラさん仕事してください。これ、積んだっぽいですね。仕方がないので魔法を使います。テクマクマヤコンテクマクマヤコン、どうにでもなあれー。マザー2やりまーす。サクッとやっていきますので、名前は全員デフォルトネームでいきます。若干動きが変かな？色も結構違いますね。ポーラとジェフが白髪になっちゃってる。黒髪ロングになればよかったのに。残念。ふーん。色が若干鮮やかになってる程度かな？1990X 年ってもうだいぶ過去なんですよねー。発売してもうすぐ20年。結構経ちますね。かなり好きな作品なんで続編とか出してほしいなーって思うけど、3で完結でもいいのかもしれませんね。あまり出し続けてると、変に 3D になったりして世界観が崩れますもの。ドット絵が素敵なの。あ、すみません。脱線しましたが。もうすぐ始まります。ネスの家？ひゅい？壊滅ってわけじゃなさそうね。あ、これ、A ボタン押すとなんかエフェクトが再生されます。B ボタンは、戦闘入る時の演出的なやつ、か。右ボタンを押すと、
パーティーが変わる？ふーん、上ボタンを押すと体力と PP が増えるようです。X ボタンを押したら一気に体力が増えました。で、スタートボタンを押したら戦闘が始まりました。これってもしかして、デバッグルームってのはよく見かけますが、これって、あれですよね。RPG スクールとかにもある。あのあれですよね。ちゃんと動いてます。素晴らしい。このコードはなかなか遊べそう。ちなみに、セレクトボタンで、ユニットの選択ができるようです。しばらくこのコードで遊ぶのでちょっとカットします。で、遊んでいたら、何も表示されない番号がありました。お尋ね者の虫と、巻蛇の間に何があったのか。私、気になります。じゃあ戦闘します。マジックバタフライって襲ってくんのか。てか、あれを殺すのはちょっとかわいそうかも。とりあえず、どんな行動するのか様子見てみます。オフェンス、ディフェンス。割とあるんですね、あの長さん。特になんかしてくるわけじゃなさそうだし、殺してしまおう。あ、弱かった。マジックバタフライかわいそう。あ、そういえば、425番の他にも表示されないのがいました。読み込みがなぜかすごく遅い。スターマンのお子さんとネスの悪魔の間にも、なんかがあるようですね。とりあえず戦闘をしてみます。うん、やっぱり読み込みが遅い。自分自身に襲われるって、ペルソナか？ネスの正体は、乱暴な信者だったようです。あれ？何もしてないのに勝てた。で、まだ、少し気になることがあるんですが、ユニット番号を増やしていくと、この辺はギーグです。で、482番がなぜかオエップ。オエップで最後なわけですが、気になることってのが、483番に何があるかが、私、気になります。だから、ちょっと魔法を使います。バルス。これが多分483番目のモンスターだと思います。戦ってみましょう。この483番目のモンスターと。ちなみに、戦闘中にセレクトボタンを押すと、アイテム配布ができるようです。やったね。最初は攻撃しないで行動を観察してみます。敵の名前は、あう、なんか可愛らしい。何こいつ、マジックバタフライよりずっと弱い。そして、また勝手に死んだ。任天堂プレゼンツ。スーパーマリオ、ヨッシーアイランドやります。マザー2の方ですが、484以降にも敵がいます。しかもちゃんと攻撃とかしてきたり、絵はがき食ったりする敵も出てきたりするのですが、さすがに、65,535匹全部紹介するのはきついです。機会があったら今度面白そうなのだけ紹介したいと思いました。あ、ヨッシーアイランドは、今のところ普通かな？さて、長いオープニングも終わったので、さっさと進めていきましょう。はい、チュートリアルステージ。ん？幻かな？メッセージ残るのは微妙に邪魔ですね。あ、これ幻じゃなくて、普通に地形が崩れてる。スクロールするたびに地形が作られるのか。地形が変わるだけでも難易度が上がって面白い。で、ステージ選択。すでに1の8がなぜかありますね。しかも、絵が違う。せっかくなので1の8やってみます。穴ぼこ草原？そんなステージあったかしら。草原って感じではなさそうだけど、
草原なのか。道のステージをこのスポットライト程度の視界で進むのは怖いな。あん？床から落ちたと思ったら空から降ってきた。何を言ってるかわからないと思うが。私ジョジョ全く知らないのにジョジョネタ使ったら八つ咲きにされそうなのでやめときます。ここは1の1かな？地面がないのが怖いけど、足バタバタさせてればなんとかなるかな？あれ？死んだかと思ったわ。ここは1の1ゴール付近かな？地形変更コードも結構面白いです。いじくり回してけばシリーズ化もできそうですね。メッセージがなんか読みづらい。かすかにひらがなっぽい文字もあるような感じですが、解読できません。あ、そろそろゴールかな？ゴールのようです。穴ぼこ草原結構簡単なステージでしたね。ゴール。なんか、汚いのが来た。かん？点数は私の年齢と同じ17でした。バンプレスト。パンドラボックス。僕は部室のドアを開けるまで誰もいないと思ったほどだ。はい、学校であった怖い話あります。このゲームは同人芸が6年ほど前に出ましたね。同人と言っても監督が同じだったかな？ビジュアルノベル。アパシー版もなかなかいいですよね。いつかはバグらせたいなぁ。あ、この BGM なかなか素敵。それじゃ、始めていきましょう。名前はデフォルト？の坂上修一。のはずが坂上修士。に変わってる。まあいいや。音設定ステレオ。さて、誰の話を聞こうか。新井昌司さん。風間のぞむさん。トイレの人。岩下明美さん。福沢玲子さん。高校生という設定なんですが、一部高校生というには無理が、新藤誠先輩の話を聞きましょう。それ俺の名前は弓道。俺の名前は弓道誠、3年 D 組だ。わけないだろ、変なこと言わすなよ。まったく、お前真面目に聞く気があるのか？やめたやめた。ここでの話はもうしてやらないよ。実なんだよその目は。疑っているのか？嘘じゃないぜ、もう少し話を聞けよ。あいつは目を開け一言喋り、また静かに目を閉じたんだ。そして、そのまま目を開けることはなかった。わかるか？死んでいたんだよ。ひるんだってさ。まるで、ガムテープみたいにな。それで、後ろを振り返ると、誰もいない。それじゃあ、俺が最初の話をしよう。俺の名前は弓道誠、3年 D 組だ。混乱していたんだと思う。俺は、とりあえず去年の体育祭で踊ったダンスを踊ってみることにした。なわないかい？そんなことを言ってな。あ、これ、選択肢ですね。悩みますが秘密にしておきましょう。ささ、それが反響して、まるで他にも誰かが歩いているような錯覚に陥るんだ。俺階段。もやろうか？音が妙に耳につくんだよな。あ、また選択肢ですね。3と4って書いてありますが2択しかないですね。残酷な話を選びます。変よ、証明してあげるからね。って、突然言い出したんだ。あの鏡のことだなんて、一瞬、考えちまったよ。振り子も打って誘うんだ。おとなしい顔して、大胆な奴だよな。俺だって野球の学校になんか来たことないぜ。まあ冗談だろうとから3日後のこと、吉岡は俺のところに。今日は動くね、息が強い日だね。こういう日は、絶対に成功するよ。証明してあげるからね。って突然言い出したんだ。俺は冗談だろうとから3日後のこと、いきなり吉岡は俺のところに来て。今日はすごく息が強い日だね。こういう日は、絶対に成功するよ。証明してあげるからね。突然言い出したんだ。わら3日後のこと、いきなり吉岡は俺のところに来て。今日はすごく息が強い日だね。こういう日は、絶対に成功するよ。証明してあげるからね。よしい日だね。こういう日は、絶対に成功するよ。証明してあげるからね。って突然言い出したんだ。吉本子も打って誘うんだ。
おとなしい顔して、大胆な奴だよな。俺だって、夜中の学校になんか来たことないぜ。まあ冗談だろうとから3日後のこと、いきなり吉岡は俺のところに来て。今日は僕の意志が強い日だね。こういう日は、絶対に成功するよ。証明してあげるからね。って突然言い出したんだ。サイタレオンだ、おとなしい顔して、大胆な奴だよな。俺だって、夜中の学校になんか来たことないぜ。まあ冗談だろうとから3日後のこと、いきなり吉岡は俺のところに来て。もし吉岡君が私のことを愛しているのなら、一緒に自然に行ってくれる？そんなことを、聞かれたんだってよ。あん？また選択肢か。2番かな。ヨシは、いつどこで起きるかわからない。平凡な一高校生に訪れた初めての感覚。それは殺意、学校であった怖い話。勘、外が、重要なんだ。俺は無意識に奴の首根っこを掴んだね。奴はこう言うんだ。じゃあ、レイが僕の首を。じゃあ、レイが僕の首を。あ、終わったっぽいですね。途中ループした時は焦ったぜ。まあなかなかいい話だったんじゃないんですか？さて、続いて次の話でも行きますか。と、思いましたが、エンディングの時間みたいですね。残念。今回はちょっと長くなっちゃいましたね。マザー2が結構長くやりすぎてしまって、プレステが少なくなってしまいました。次回からは、ちょっと新しいことにも挑戦しようかしらね。時間が長くなると画質が落ちてしまうので今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。